皆さんこんにちは。今日の動画はスプレーノズルの交換の手間を減らすための動画です。スプレーノズルをたくさんお使いいただいていると、交換をするだけで非常に多くの時間がかかってしまいます。そこで今回はこの IN シリーズというノズルを紹介します。この IN シリーズはアダプター部分とノズルチップを外すことができますので、交換の際はこちらだけを変えていただくということで交換の手間を減らします。それでは実際に試していきます。ここにノズルを10個つけるところがありますので、通常のネジが切ってあるノズル10個と IN シリーズ10個を用意して、全てついてある状態から交換をするのにどれくらいの時間がかかるのかを比較していきます。はい、ではまず線形ノズルから交換していきます。まずは新品のノズル10個用意して、これに1つずつシールテープを巻いていきます。はい、シールテープを巻き終えたので今から交換していきます。新しいノズルつけていきます。はい、これで交換終了しました。次は IN シリーズのノズルチップの交換を行います。はい、これで終わりです。はい、これで終わりです。はい、これで交換終了しました。はい、ということで IN シリーズとネジ取り付けのノズルの交換を比較してみました。 IN シリーズの方がこのノズルチップだけを外して交換するだけなので、ちょっと簡単に済みました。それから特にこの線形ノズルについて言えることなんですけれども、線形ノズルをこのように複数並べる際には、噴霧の向きを少し傾けることで霧が重ならずに効果的に使うことができます。もしこのネジ取り付けのノズルだと1個ずつその噴霧の向きを調整していく必要があります。ただこの IN シリーズだと1度目に調整を行っておけば、あとはノズルチップの交換だけで済むので、その点もおすすめのポイントです。その他にもこの IN シリーズはいろいろと工夫の詰まったノズルなので、そちらをご紹介したいと思います。この IN シリーズがよく使われる用途として、半導体や基板に対するエッチングというのがあります。このエッチングは薬液を噴霧液として使用しますので、手袋を用いて交換作業を行います。そういった場合でも作業が行いやすいように、つまみの部分が大きく取られていたりとか、あとは取り付ける際に取り付いたことが分かるように、このようにカチッという音が鳴ったりして、あ、それで取り付いたんだなというふうに分かるようになっています。 IN シリーズは噴霧パターンのバリエーションは線形と10円錐があります。ノズルチップの色は流量ごとに分かれていて、それで一目見て分かるようになっています。それから樹脂製だけではなくて金属製もあります。こちらが線形パターン、こちらが10円錐パターンですね。
こんな風に樹脂製と同じように取り外して、また再び取り付けることができます。はい、ということで本日は IN シリーズのご紹介でした。ノズル交換をずっと楽にしてくれるアイテムですので、ぜひご活用ください。はい、最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。また動画をより良いものにするためアンケートを実施してますので、そちらも併せてご回答いただけると嬉しいです。それでは